大河の話してセリフ言えなかったやつ。ああ、おいでなさいました。おいでなさいましたか言えなかった、はい、一言なんですよ、セリフが、山田太一先生の本ですもん、獅子の時代っていう大河ドラマ、文太さんのでっちの役で、おいでなさいまし、8個なんですよ、おいでなさいまし、おいでなさいまし、菅原文太さんがあっちから来るんですよ、よう主人がおるか、おいでなさいまし、はい、行こう、本番、本番、行こう、4、3、キュッ、菅原文太さんが、よう主人がおるか、お出まし、カットカット、おい、なんかセリフが短くなった、おでめ、おいでなさいまし、おいでなさい、すいません、もう一回行こう、すいません、もう一回行こう待ってるよ、テイクス、ロピンポン、はい、準備、3、2、よう、主人おるか、おまし、止めて、一回止めて、止めて、V 止めて、止めて、おいで、おいでなさいまし、8個だからね、頼むよ、はい、すいません、大丈夫だ、すいません、はい、行こう、テクスリーピンポン、はい、準備前、3、2、よう、指示があるか、菅原文太さんの位置が違ったの、そこだったのに、こっち来ちゃったの、で、俺がパッと見たら文太さんの股間が見え、股間が見えちゃって、あ、頭真っ白になっちゃって、何にも出てこなくなっちゃってちょっと休めよ、お前、休めよ、お前ありましたよ。取れたの結局。取りました。何回ぐらいで？テイク8。